探してるんだもんね、君。ごめんね、忘れてた。でもね、もう疲れちゃった。だから終わりにしたいの。ざけんな！それがどういうことか分かってんだろ！んなもん、簡単にはいそうですかって言えっかよ！マリさん、聞いてください！もしあなたがあの怪物たちの仲間だとしても、自ら命を絶つ必要なんてないはずです。二つのサギリはすでに倒されました。つまりあなたはもう自由だと思う？違うよ。私は君たちとは違う。私に自由なんてないの。言ったはずだよ、私が死ななきゃ君たちの世界が消えるって。私やサギリたちの役割は、人の望みを知ることだけじゃない。私たちの本当の役割はね、人の望みに応えて、霧を制御することだよ。霧を制御する？おかしいと思ったでしょ？何ヶ月も霧が晴れないなんて。サギリたちは霧を生み出し、私はそれを取り込むの。人を惑わせてシャドウに変える。あの霧をね。待った。じゃあまさか俺らの町から霧が晴れたのって？そうだよ。雨のさぎりが倒されて、君たちの町を包んでた霧は不要になった。そしたら誰かの声が聞こえて、すべての霧が私の中へ流れ込んだの。霧はまだ消えたわけじゃない。今も私の中で暴れ回ってる。そんな、じゃあ霧はただ晴れたんじゃなくて、全部マリーちゃんの中に？心が完全に霧に飲まれた時、私は取り込んだ霧とこのうつろの森を道連れにして消滅するの。私は消えるための存在。それが私の取り戻した本当の記憶。それで世界は救われる。ええ、これで彼女がうつろの森に閉じこもった本当の理由が分かりました。もっとも到底承服できる内容ではありませんが。足りめえだぜ。じゃあなんだ、俺らの世界の平和はあいつの命と引き換えだったってのかよ。なの、むちゃくちゃじゃねえか。だからいなくなったじゃん。あったってしょうがないから、どっちも傷つくだけだから。もういい、もういいの。楽しくて幸せで、もういっぱい私だけの記憶もらったから。君たちが帰らないなら力ずくで帰ってもらう。お願いだよ。分かって。くそ、なんでそうなっちまうんだよ。どうすんだ、相棒！わかった！絶対に助けよう！ここで諦めたら、何のためにここまで来たんだかわかんないよ！うん。これ以上、あの霧のせいで誰かが苦しむなんて絶対にダメ！私たちが最後までやらなきゃ！これ以上、君たちを苦しめたくないの。分かってよ。先輩、負けられないよ。
私たちの世界が平和だからって、誰かを犠牲にしていいわけない。霧を晴らしたのは私たち。だったら、最後まで私たちがやらなきゃ。私たちだって無関係じゃない。マリーちゃんだけに背負わせるわけにいかないよ。行くよ。それが君たちのためだから。しつこいよ。闇属性が効かないよ。強いよ。注意して。ヘルソラ、大丈夫？真紅に染まれ。行くよ。少しは俺らの話聞く気になったかよ。どうして、どうしてよ。私がどうなっても関係ないじゃん。自分たちだって傷ついてバカみたい。君たちの幸せ傷ついたら私何のために死ぬか分かんないよ。死ぬなんて言っちゃダメ、クマ。大丈夫クマ、なんとかなるクマ。クマだってただのシャドウだったクマよ。そんなクマでも変われた。マリちゃんも信じる子だから始めるクマ。信じたらどうなるの？私を助けて君たちの世界は全滅？それでいいわけ？私に生きろっていうのはそういうことなんだってば。バカみたい。借り物が怖くて、消えるのが怖くて、何か思い出せるんじゃないかってすっかりいい気になってさ、ほんと笑っちゃう。思い出したよ、私消えるのが役割だった。こんな記憶なら思い出さなきゃよかった。本当のことなんて知らなきゃよかったよ、マリーちゃん。どうした？そうだ、真実など見る必要はない。知らない方が幸せなんだ。最初から知ろうとさえしなければ苦しむこともないのだから。今の声マリーちゃんじゃない。心が飲まれるってやつか。おい、しっかりしろ。来るな。帰って
お願いだから帰れよ。君らって最低。本当空気も読めない。君たちになんて会わなきゃよかった。だから君のことだって大嫌いなんだ。うん、そうだね。っていうか、ほんと素直じゃない。演技下手すぎだよ。適当なこと言わないでよ。うんうん、適当なんかじゃないよ。こちらの世界は全て誰かの心の風景です。ここもそう。あなたの心の現れだ。墓所としての地形と、それを覆い隠すほどの早々の花、死への覚悟と、それさえ忘れたいというあなたの思いが、この風景を作り出したんです。ですが、僕らはここに来るまでに、墓所には似つかわしくないものを多く目にしました。ジュネスや、惣菜大学の看板、高台のベンチ、電柱やカーブミラー、学校の机や椅子、すべて、あなたが大嫌いだという、僕らの町にあったものです。死んだら墓に入れてくれってやつか。そんな好きなら生きて見に来りゃいいんだよ。ダメだよ、私が死ななきゃ。他の方法。ああ、こいつの言う通りだぜ。必要なのはマリーちゃんが消えることじゃない。マリーちゃんが取り込んだ霧が消えればいいだけだ。無理だよ、そんな方法あるわけない。これ以上時間が経てば、霧は私の体を乗っ取って自由になる。そしたらもう自滅することもできない。ただの怪物になっちゃうから。霧に乗っ取られたマリーちゃんを倒すってこと？先輩待って。だってマリーちゃんの体でしょ？戦ったりしたら。そうだぜ。つーかどうなんだよ。わかんないよ。でも今ならできるかもしれない。霧に心が飲まれる前に自分で心を眠らせるの。当然体は霧に支配されるけど、それなら私の心はまだ死んでないから。あとは運かな。霧と私の命、どっちが先に尽きるか。だいぶやべえ賭けだな。どうする？できればやりたくない。でも他に方法がないなら信じるしかないよ。ああ、黙って見てるよか全然マシだぜ。絶対死なせない。友達の命がかかってんだもん。絶対にうまくやんなきゃ。友達。うん、信じるよ君たちのこと。もしそれで死んじゃってもこのままよりいい。でもお願い、君たちは絶対に死なないで。来るぞ、油断すんなよ。本当に大丈夫クマ？戦っちゃってもマリちゃん死なクマね。マリーちゃんは私たちを信じてくれた。私たちだってマリーちゃんを信じなきゃ。真実なんか知ってどうなる。ゴミくずみたいな自己満足と引き換えに永劫の苦痛と絶望を味わえってのか。いらない、そんなものいらない。苦しみから目をそらして何が悪い。苦渋に満ちた真実より安息の嘘が欲しいんだ。何この感じ。この子、こっちのことなんてまるで目に入ってない。苦痛と拒否、それに拒絶。この子、何もかも全てを拒んでるんだ。
じゃ通用しないかも。マリちゃん、絶対助けてやっからな。マリちゃん、つらかったクマね。でも、もう大丈夫。クマたちがいるから。力が暴走してる。先輩、気をつけて。手当たり次第に吸い込んでるよ。ありがとう。花の皮、移りぬキリがいたずらに。犠牲者だ。霧の中にこそ平和と安息があるというのに。先輩、耳を貸しちゃダメだよ。あんなのマリちゃんの意思じゃない。どうなんすか先輩、無事なんすか。まさか
マジかよ、そんな。嘘、嘘よ。だってマリちゃん、やだな、マリちゃんってば、意外とお寝坊さんくま。ほれ、もう起きる時間よ。で、嘘くま、そんなはずないくま。何が悪かったくま。マリちゃん起きて、死んじゃいやくま。君でしょ。ありがとう。ちょっと感動のハグ長くない？もう離れてもよくない？やだよ、まだ離れないもん。離れるのも起き上がるのもマリーには無理、しんどすぎ。ああ出たよ、こんなんばっかだな。リセちゃんいじる人ってあんまりいなかったかもね。ベイビーちゃんたちの熱い火花に大地も震えているクマ。ちょ、アホなコメントしてる場合じゃないっしょ。何が起きてんの？まさかあれか、映画でよくある親玉倒すとなぜか城が崩れるやつか。ごめんね、言い忘れたの。ここ私が死なないなら必要ないから、このままだともう少しで消えちゃうの。消えちゃうのじゃねえ、さっき言えよ、俺らまで消えちまうだろう。死ぬ、死ぬるクマ。とにかく出口、本当に崩れますよ、早く。忘れてたぜ、テレビ実践だよな。前もあった気がすんな、この絵面。本当に君の友達？変な人ばっかり。元はおめえのせいだろうが。テレビが。ううん、テレビじゃないよ。虚ろの森が消滅したの、もう存在する意味ないから。やったね。どう？運命変わっちゃった気分は。うん、なんか変な感じ。私生きてるし。そりゃそうだ、俺らそのためにあんなとこまで行ったんだもんな。あの、助けてくれてありがとう。あと、ごめんなさい。何？何なのその反応。お前、今ごめんっつったか。言ったね、素直に言った。は？いや、なんか言わなそうじゃん、そういうの。はぁ、バッカじゃないの。もういい、今の取り消しなしだから、今の。ああ、もう真面目に聞けよ。てか、大体何なの君たち。いっぱい傷ついて私のこと助けに来てさ、そんなの君たち何の得もないじゃん。わけわかんないよ。そうなの？正直私らも迷ったよ。いきなり向こう側とか言われてわけわかんなかったし。でもさ、それで助けないってやっぱ違うでしょ。誰かのせいにして見ないふりしたんじゃ、今までと何も変わんねえからな。マリーちゃんは困ってて、俺たちがそれを助けた、そんで十分だろ。全然わかんない。わからないことが不安なら、これからお互いを知っていけばいいじゃないですか。僕らも
あなたにもっとこの世界のことを知ってほしいですし。そうそう、もうすぐちょうどバレンタインだしね。バンレタイン？ん？はあ、やっぱ知らないよね。あのね、女の子が大事な人にチョコをあげていい日なの。まあ先輩は私が予約済みだけどね。予約とか知らないし、ずるいからなしね。予約取り消し。なあ、こんな。早速かよ。まあ好きにやってくれ。ねえねえ、外晴れてるよ。本当だ、お洗濯一気にやらなきゃ。腰バキバキだぜ。なあ、飯食いかね。いいね、もち花村のおごりで。だ、何当然のことみたいに言ってんだ。大丈夫、行こう。みんなきっと待ってる。うん、あのね、霧に体を明け渡した時、誰かの声が聞こえた気がするの。なんだっけな。人間は本当のことなんて知りたがってない。本当は霧だらけの穏やかな世界を望んでるんだ、みたいな。わかんない。でも覚えてる声、君たちが雨のさぎりを倒して私に霧が流れ込んだ時聞いたのと同じ声。あれ、違うか。なんか自分の声だった気もする。昔私が自分で言った言葉なのかな。いいや、もう霧なくなったもんね。聞き間違いかも、忘れて。ビビったろ。せっかく晴れたし、雪あるし、こういうのやりたくなんじゃん。ああ、マリちゃんは雪合戦って知ってるか。なあ、グループ分けどうする。うわ、なに、ちょっ、投げるんでしょ、雪。間違ってる。わかった、叩きのめす。待て、目がマジすぎんだろ。男対女でいいよね、グループ分け。はい、スタート。囲まれスタートじゃねえか。てか感じに熊吉、おめえら沈め、やっちゃえ、マリちゃん。なんで俺だけなんだ。いやあ、圧勝圧勝。あたしらに挑むなんて10年早いっての。まあちょっとかわいそうだったけどね。でもやっぱり今日のヒーローはマリちゃんでしょ。いや、雪玉女王。性別が違うよ、ヒーローじゃなくてヒロイン。すごい、やっぱり日焼けとか気にしてない。どうだ、見えるか。受けて見えんか。まあれ、感じもっと上くま。はい、面会てめえ、くま。いいか。うわうわうわ。あ、見たら懲りずにまた覗きなん。ちょ、待て、てかマリちゃん、電気はダメ。君たちなんて大嫌いだ。なんで俺だ。
おう、おかえり。